パタパタパタ。おひ。わーい、水浴び。おひ。なんでビーチなんすかね。ここなら大人は追ってこないという話。生徒会という組織を信用したわけではないけれど、この町では一定の力があるみたい。はい、どうもこんにちは。こんばんは。生徒会長、寺伊勢崎です。そしてここは私のプライベートビーチです。わーい、海鮮食いたい。いいわよ、シェフを呼びましょう。シェフとは何だ。調理する人。あなたたち、とても似合ってるじゃない。で、まずはリフレッシュして、次のうち2つの道を選びなさい。ビーチバレーか海鮮食うか。違う、そんな簡単な二択じゃないわ。私たちを手伝うか手伝わぬかよ。はい。単刀直入に申し上げるなら、あなたたちは罪を犯した。町の公共物を破壊し暴れ、銃器発砲、速度制限を超え行動を走り、町の人々を、学園の生徒を危険にさらした。誰も殺してない。急所は外してある。あの囚人たちも意識を失っているだけだ。つか銃器発砲はそっちじゃないすか。そう。なう、あなたたちは大きな目で見れば何もしていない。なのに不当な扱いを受けている。そこで私があなたたちに魔法の言葉を差し上げます。わーい。ぶひ。全員入学。お、全員我が校に通っていただきたいと思います。これは私という大天使からあなたたちへ差し伸べる福音という名の God's hand and wing。 通訳しよっか。よろしく。学生になってちょっと町の治安を守ってくれたらとても嬉しいです。以上。わかりやす。だか今までは体験入学だったわ。しかも一人は勝手に授業を受けて勝手に忍び込んでいたわけだし。うん。市長より伝言です。この町を守ることで罪は水に流すとのことです。あの子供、そんな偉いんすか。いつか死んじゃいそうだけど。よろしいかしら。うん、よろしいかしら。断る。私には私の目的がある。敵の体をバラバラにし鮮血に染め、目玉をえぐり舌を引き抜き爪を剥がし、ファッションセンターに売る。行きたーい。おひー。困ったね。ビーチでする会話じゃないな。これは交渉です。どうせ弱者だ。突破できる。いや、突破してみせる。そしてファッションセンターに売れる。では、こう考えてみてはいかがでしょう。地球にある小国、その外れにある町、ゴールドコードを守ることなどには興味がない。しかし一方で、私たちの共通の敵は同じ。この銀河を手中に収めようとするたった一人の存在の名をあなたたちは知っているはずです。アスタロトか。マルコ、あなたはどうするの。宝ってやつ見つけるんじゃねえのかよ。お前らガキどもくらい別にいなくなっちまってもいいけどさ。マルコ、お前にはまだやるべきことがあんじゃねえのか。ヤンキーと同じ学校か。何で悩んでるの。やりがい、報酬。この学校コロッケうまい。そうなんだよな。そこなんだよな。あれ無限に食えると思ったら。よろしい、決まりね。あとは自由に水浴びして出てらっしゃい。その水着はプレゼントして。